はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガの今回は DS のバーチャルコンソール版でやっていきたいと思います。でロマンサガ自体はね、まあ、自分の動画でもなんかちょいちょい上げてて、まあ、ただロマンサガはねめっちゃ面白いんで、なんか定期的にやりたくなるというその魅力があるということで、またやっていきます。で進め方としては、まあ、効率よく進めていくために、まあ、サクサク、やっていこうと思います。で主人公は今回アルベルト、貴族の息子で、名前を決めていきます。ではアルベルトです。で両親は、まあ、鉄板と呼ばれているシーフシーフでいきましょう。まあ、素早さと腕力が重要で、まあ、その両方が上がりやすい両親に設定してます。利き腕は左利き、レフトハンドソードを見据えて左利きにしていきます。じゃあこれで OK で、まあイベントとかもね、あの要所要所だけ見ていく感じでカット多めになります。城の主ルドルフとマリア、これ両親ともシーフだからね。だってアルベルトの両親だもん。でまずディアナに話して、で父親に話しますと。で洞窟にモンスターが住み着いたんで倒しに行きましょうと。兵士が仲間になります。最初はアルベルト4人パーティーです。でアルベルトただ初期能力がね弱いんで、まあ、これだけ見てもちょっと強いのか弱いのかあれなんですけども、アルベルトはとにかく弱いです。で主人公の、初期ステータスはこう年齢が高ければ高いほど初期ステータスが高くなるんで、アルベルトはね若いんですよ。だから弱いっていう設定です。で最初にやることとしては、まあ、モンスター退治があるんですけれども、まあ、このゲームの特徴としては戦闘回数によって敵の強さとかが変わっていきます。でただアルベルトちょっと特殊で、最初の洞窟イベントで戦った戦闘回数がリセットされるんですよ、終わると。だからここで鍛えれば鍛えるほど後が楽になるっていうものになります。なんで最初にもういきなりちょっと稼ぎをします。まあ、どれくらい稼ぎをするかって言われたら、ガーラルフレイルっていう武器があるんですけど、そのガーラルフレイルを買える1600円まで貯めたら先へ行きたいと思いますので、そこまでちょっと進めます。それでは東の洞窟のボスを倒していきましょう。お金は2100円でこんな感じのステータスです。ディアナは1回死んだんでヒットポイント1になってます。で腕力14で素早さは22、やっぱり高いね。で魅力もなぜか高い、20ある。体力5しかないんだ。いやシーフはやっぱり素早さが一番育って、次に腕力が育つ。で体力少ないから耐久力がないね。で知力系とかはもう全然少ないんですというところ。であと武器か、アイアンソードはレベル3になりましたというところで、じゃあボス戦いきましょう。まあ、初っ端から突っ込むとこいつ結構苦戦するんだけど、まあ、今の状況だったら大丈夫でしょう。確かに兵士は弱い、それは認めざるを得ない。アイアンスト45か、ディアナで31、防御してんじゃねえかよ。1とかね、レイピアも多分1でしょう。まあ、この2人はもう本当におまけだから。68、まあまあまあいい火力、59円それなりに持ってるな。でここの紋章は意味ありげだけど意味ないんで帰りましょう。帰る前にもうちょっとこれでイベントが終わるんで装備を引っぺがしとこう。ディアナアイアンソードレベル4だったのか。でブロンズアーマー外して、木の盾なんて装備してんだ、知らなかった。他の兵士の装備もわかんない。レイピア4だしこいつなぜか。で防具はチェーンヘルム持ってんじゃん、パクればよかったな。リングメール、防御力が意外に高かった、6ある。チェーンヘルムとリングメールで、こちら2つ持ってる。レイピア弓のレベルが低いからね。でせっかくだアルフェルトに飛びさせよう。チェーンヘルム、そしてブロンズアーマー8、いいね。他ないよね。じゃあ帰ります。帰還しました。
ナイトハット殿下がお見えになりました。いきなり来んのか。いなかったらどうすんだろう。いきなりぶしつけたんだが、ディアナを妻に迎えたい。異存はございません。私のプロポーズを受けてくれるな。まあでも偉い人はね、こういうふうに正々堂々と言っても断られないからね。でバラ騎士隊、ユニコーン騎士隊に加えて新しい騎士隊を作ることにしたので、そこで働いてくださいと。さよなら。言いたいことだけ言って去っていったな。宴しよう。敵です。早い。普通にもこれくらいの速度で歩きたいな。モンスターの大群に襲われた。城から脱出してクリスタルシティでナイトハルト殿下に救援を求めてください。脱出しよう。でモンスター、ここは普通にディアナを逃がしましょう。姉さん逃げて。殿下との誓いがある。ローザリアの騎士として恥ずかしい真似はしたくない。弟を置いて逃げなんてできない。あの崖から飛び込めばきっと逃げ切れる。ダメだ、逃げ切れない。突き落とされた。ちょっと余裕あるよね。なんか戦うんだったら逃げ切れそうな気もしたけど。いや寝てる暇などない。なぜなら体力が全開だ。これどうすればいいんだっけ。このまま出てっていいのかな。さよなら。お礼も言わずに去っていく。地図。ローバンの兵隊には注意して。ブルエーレまで行って船に乗るといい。 ありがとうって言うわ。最後に言う。じゃあここは特に何にもないので、サクッとブルーエーレ行きましょう。でここのブルーエーレでちょっとお買い物をします。どっちだったっけ。ここは呉服屋さんなので、もう一個のところこっちで、ここに武器が売ってて、基本的にガーラル系を売ってます。でガーラル系はかなり上位の武器なんだけど、ガーラルフレールが1600円っていう価格で買えるんで、これがね結構コスパがいいんだよね。で打撃武器なんで敵の防御力にも影響されにくいですということで、これを買いましょう。じゃあ装備してガーラルフレール、でそっからまあ船に乗っていくんだけど、ぶっちゃけ乗る船は何でもいいんで安いやつにしよう。金取られるよね多分。で嵐に巻き込まれました。これさ、アルベルトだけ生きてんのもまたすごいよね。とりあえずガーラルフレイルの力を試そう。その前にアイアンソードがいくつ当たるか。111。結構強えなアイアンソード。まあ鍛えたからね。だってみんな死んでるでしょ、アルベルト以外。幸運すぎだろ。始末城からも一人脱出して。ではガーラルフレイル136。なんか思ってたよりは強くなかった。いやでもまだレベル0だからね。アイアンソードはレベル3あるかな。142。あとガーラルフレイルはね、技も優秀だから使い込んでいくだけの価値はある。では主婦、名乗る。アルベルトだ。一緒に行こう。ちょっと主婦は強い。普通に上のやつと戦おう。ヒットビルが倍くらいあんな。ガーラルフレイルでアイアンソード142、79。いや、やっぱりアルベルトが強いんで、普通に。あとガーラルフレイルがレベル3とかになった時にアイアンソードと比べてどうなのか。レベルが上がる方がもちろん武器の力も上がるはずだよね。
レベル0とレベル3を比べてるから、それを考えると強いはず。でこれアルベルト鍛えてればシフも強くなってくるんで、お、上がった、ガールフレイル。アルベルトを最初でめっちゃ強くするとシフもめっちゃ強くなってるっていう感じです。それでは村長の家に入りましょう。この方はルドルフの息子アルベルトと言いますか、こいつには敬語だな。さっきアルベルトだって言ってたのに、シフには。ありがとうございます。これさ、シフと分かれてるわ、一人になってる。じゃあシフを迎えに行こう。南の洞窟の悪魔をやっつけに行く。怪我してるし、やめてくるか。怪我してねえだろ、もう元気だよ。ヒットポイントマックスだからね。シフがむしろヒットポイント減ってんだけど。ここ何売ってる？アイアンソード、アクス、弓、ブロンズアーマー。まあ普通だな。上とか別の人が売ってねえわ。出よう。では南の悪魔、南の洞窟の悪魔かな。まあ所詮バルバルだからね。ガーラルフレイル一発で倒せんじゃん。それはさすがに甘かったか。ワンターンキルで、後ろの宝箱金回収して帰りましょう。よし、ガーラルフレイルレベルアップ。じゃあ村長さん、よくやった。ローザリエ行ったらどうだろう。騎士団寮から船で行ける。地図を探しておいたシフを一緒に行け。ありがとうございます。はるか西行きましょう。では騎士団寮追い返したと。ここ何が売ってんだ。武器、金がちょい溜まりつつあるけど、最終的にはやっぱりそのアイスソードを求めるんで、あんまり金の無駄遣いはできないんだけど、スピア1本買っとこう。一応最初の騎士団寮のイベントはこなしてからローザリアへ戻る感じにはします。なので城に入って追い返したと。ハインリヒ、アルベルト、騎士団の会議が開かれる。参加していいのかって感じだよね。でもまあ一応ね、イスマス城のアルベルトですって名乗ってるから、そこら辺はいいのかな。まあ別に普通の人が来ても参加させてくれるけどね。参加っていうか傍聴なのかよくわかんないけど。何を話し合うんだ。モンスターが現れたので討伐しようという感じです。というわけでモンスター退治へ行ってきます。一緒に戦いましょう。でラファエルが後ろにいるんで、こいつアイアンソードレベル5とか何気に高えな。やるじゃないか。ラファエル、テオドールはレベル4。なぜだ、ラファエルのがレベルが高い。剣だけは一丁前だな。剣のレベルは高いけど身体能力はそこに追いついてきていない。そうで、ここに来たら何するのかっていうと、宝箱を回収しなきゃいけないんで、まずここ入ります。でこっちに行って、ここの宝箱、金1500円で、これを回収したらまた逆側もあるんで、左側ですね、あの壁になってるんだけど、こっから先へ進めて、でさらにここどこ、ここ隠し部屋で、奥へ進んでいくと高い指輪、この2つは回収しておきましょう。ではモンスター退治へ。ちょっとテオドル、ラファエル力を確認しておこう。弱そうだけど、モンスター1体だとさ、こいつはスピア、前に出るをいちいちやるのがめんどっちいんで、スピアくらいプレゼントしてやるよ。ガーラルフレイルで終わるから。クリーンスライムみたいなやつが出てこねえ。
184。打撃なのに効くな。敵が4体出てきたから、これで全員1回ずつ攻撃できるかな。ラファエルも含めて。ガーラルフレイル187、いい火力だ。テオドル100は超えるか、アイアンソードで。で、後ろの2人は防御してるから、やはりラファエルがゴミすぎる。ちょっとシフト、テオドールの力を確認しよう。あと一応ラファエルもアイアンソード130、シフ109。ちょっとテオドールのが強いか、さすがだな。しかし腕力が上がった。お前どうでもいい。モンスターのボス誰こいつ見たことある。普通に敵で出てくんな。ガーラルフレイルで人殴り。じゃあ後ろに宝箱があるんで、これを回収したら帰ろう。600円か、それなりだな。君たちの協力のおかげで目的を果たすことができた。いい勉強になりました。いいだろう、スペアはプレゼントしてやる。で、借りができた。騎士団に入られてはどうですか。ローザリアへ帰らなければいけない。さよなら。じゃあ船で帰るんだけど、とりあえずエスタミルへ行こう。エスタミルの地図は持ってないはずだから、エスタミルに行っちゃえば別にクリスタルシティとかは行けるんで、オービル行きの船でも全然帰れるんだけど、ただ地図を出すっていうだけでエスタミルへ行きました。てかジャミル仲間にすれば別に地図持ってるからいいんだけどね。でちょっと一回アルツールへ寄り道します。アルツール行って武器屋を覗いて帰るっていう。でここの武器屋ですね。でアイスソード3万円、このアイスソードをいかに序盤で手に入れるか、これが勝負です。でクリスタルシティのパブに3人いるんで、とりあえず3人とも仲間にはしておこう。一緒に行ってもいいかな。でバーバラは普通の腕輪とアメジストと普通の指輪、結構いいの持ってるからね、かっぱらっておく。レイピアレベル5か、みんなレベル5とかレベル高えな。でジャミルは普通に強いので使っていきます。でアイシャ一緒に行こう。ということでアイシャは多分弱いよね。防具何にもす、でレベル6だ。やるではないか。みんな武器レベルが高いな。であまり多くてもね、めんどくさいんで、地図だけパクったらバーバラとアイシャはいらない。3人で行こう。3人前衛が楽で、そこからまず武器を買う。ハルベルト、これは1人1本持っててレベルいいレベルだからね、おすすめ武器の一つです。スピアなんで中衛から攻撃できるんで、でこれもコスパがいいと思う。陣形崩れた時にちょっと中衛から攻撃できるように装備させておきます。シフはハルベルト中心に切り替えちゃっていいかな。まあジャミルもハルベルトで、アルベルトの、まあ、さっきからハルベルトハルベルト言ってるけど、アルベルトの防具をちょっと整えよう。腕は、首はアメジストで、指が高い指はいいね、防御力11で。ジャミルはハードレザーアーマー、革の帽子だったらチェーンヘルムだよね。これね、まあちょっとだけ高い。あ、ハードレザーアーマー5でリングメールが6か。これ外さないと分かんないね。普通の指輪があるな。普通の指輪はじゃあシフに装備させるか。1にはなるっしょ。あ、こいつ頭装備してねえじゃん。顔の帽子でいいや。余ってるから。盾が大して意味ないからね。ちょっとスティールソード1本買おう。これをジャミルに装備させる。レイピアはさすがに弱いからね。で金をね、使い切っておきたいんだよね。2800鋼のこと買おう。で防御力6、ヒットポイント低いな。
鋼のコって何、腕か。よし、これでいいや。で、これからですね、序盤最強武器と言っても過言ではない大地の剣を取りに行きます。ガレサステップに行けるようになったら、そのままカクラム砂漠へ行って大地の剣を取りに行く。これがもうテンプレと言っても過言ではない。で、ガルサステップの左上からカクラム砂漠へ行きます。別に危険って言ってるけど、ヒットポイントが減っていくとかそういうことはないんで。で、なんかどこら辺だったっけ、もやしの木を目印に進んでいきながらでいいんだっけ。あ、ハルベルトになってる。前衛にいるときはアイアンソードとかでいいでしょう。ガーラルフレイマジで強い。で、ジャミルはまだ若干弱い。ただジャミルも両親がシーフシーフなんで、最終的にはかなり使いやすいキャラになります。で、3人だとね、後ろから来ても前衛と後衛と逆になるだけなんで、陣形が崩れないっていうのがいい。右左はちょっと陣形崩れちゃうけど、まあ、そのためのハルベルトっていう。で、ここのヤシの木を通っていくと、そのままリュウサに流れてカクラム砂漠の地下へ入っていきます。で、この地下がね結構長いんで、金を使い切っていかないと金が溢れちゃうっていう感じになるんで、で流されていきましょう。このままひたすら進んでいく感じです。こいつらも雑魚だな。で、あんまり早く来すぎるとね、強い敵が配置されてるんで、それなりにちょっとイベントをこなしてから来るのがおすすめです。では、ここで地底人の町へ入ります。まあ、何か話しかけてくれるわけではないので、そのままスルー。820円。ここ結構こうやって金が起こってるんで、減らしておかないとカンストしちゃいます。760円、840円、820円の780円で、一番地下まで来てまた町があります。宝箱、取れるものは取っていこう。900円、今いくらある、もう7000円あんじゃん。ここでいくらあるんだっけ。宝箱の位置がわからん。で、アイシャ連れてきてると、まあアイシャの町の人たちなんで反応してくれるんだけど、別にっていうとこだから、金さえ奪えればそれでいい。宝箱2つ、900900、カンストしそうだ。本当にもうゼロにする勢いで来ないと無駄になっちゃうんで。で、ここに祭壇があって、兄さんの祭壇何かある。ディスティニーストーン、とりあえず祈ろう。我に道を示したまえ。サールインが帰ってくる。世界は再び破滅の危機を迎えます。サールインを阻止するのです。できなければできる人を探しなさい。ということで帰ろう。帰る前に、地上に帰るわけじゃなくて、一番最初に来た地底人の町のところへ帰る。宝箱だけ回収していくぞ。土の元、900円、これで9700円。敵と戦ってカンストだな。あの、こっから地上にも戻れるんだけど、このトパーズを手に入れてさっきの町へ戻ると大地の剣を取れるので、そこまで戻ります。というわけで戻ってきました。で、別に町の人は相変わらず話してくれないんで、こいつ上から来よったの、帰れ。待て、トパーズは大いなる母兄さんのもの。目的は何だ。サールインを阻止する。これ選択肢間違えるとダメなんで。で、大地の剣をあなたにお返ししますと。ということで、レイピア最強武器、大地の剣をゲットしたんで、これをとりあえずジャミルに装備させておきましょう。いや、別に誰でもいいんだけど、今回はジャミルに使わせます。で、これを取れることによって、ここの宝箱も回収できるようになります。で、この宝箱は、ガーラルシューズ、
めちゃくちゃレア装備だから。足ってなかなかないからね。でしかも防御力結構高いっていう。でここ金があるんだけど、もう乾燥しちゃってるんで持ちきれません。ジュエルに変換しなきゃいけないんだけど、それ物を売らなきゃいけないんだよね。で一応ここの町にもショートカットはあるんで、こっちから帰れます。で砂漠を出たら、あとはイベント終了なので、また別のイベントをこなしていきましょう。ではせっかくなんで、お、いいじゃん、敵がいっぱいいる。大地の剣の力見してやるよ。まあ見てなって。まずガーラルプレル280、大地の剣264、強い。レベル0だからね、例によって。ガーラルフレイルそれなりにもう上がってるから。てかアルベルト普通に強いよ、速いし。330しかガーラルフレイル全然強いぞ。では砂漠から帰ってきてお金がいっぱいあるんで、ちょっと適当なものレイピアでいいか売って、これで9999円だったのがいわゆる1万円札ジュエル1に切り替わりましたと。でここでジュエルが1になって、で実はちょっとまだ大地の剣、そういえばレベル1上がっちゃったけど、まあまあ1上がったくらいだったらすぐ上げられるん で今ジュエルが1じゃないですか。で大地の剣って実は1万5000円で売れるんですよ。で大地の剣確かに序盤最強なんだけど、最終局面まで使っていけるかっていうとそういう武器ではないんで、最後はやっぱり火力不足になるんで、これ1万5000円で売っちゃって、でそうするとあと5000円じゃないですか。アイスソード3万円なんで、で本当に最速で手に入れたいんだったら高い指輪っすね。高い指輪が5000円で売れるん でこれを売っちゃってアイスソードに切り替えるっていうのはありです。ただ高い指輪自体は貴重なんで、5000円で売るのはもったいないはもったいないんですよ。だから逆にあと5000円をどうするかっていうお話ですね。まあこれはいろいろ工面して貯めていきましょう。高い指輪は今回は売らないです。ただこれでももうアイスソードを手に入れる環境はありますよということですね。でアイスソードは最終局面まで使っているんで、まあ大地の剣と早々に入れ替えるのがいいと思います。じゃあナイトハルト殿下にお目通りしましょう。ようやく砂漠から帰ってきてようやくお目通りだからね。めちゃくちゃほったらかしてる。お久しぶりでございます。俺は強くなった。砂漠へ行ってどうだ、たくましくなったようでしょう。いきさつを語ったってさ、ここしかとして砂漠に行ったことも語ったのかな。激しい戦いだったんだろう。そうだね、兵士めちゃくちゃ弱かったからね。でディアナは遺体はなかったです。って言って別にディアナに会えるわけじゃないからね。で別に冥福は祈らないです。そのままお話を聞きましょう。喜んで。でアクアマリン、これ回収に行きましょう。まあちょっと金ためついでに。ではクリスタルレイクへ。では再びお見せいたしましょう。大地の剣の力、レベル0に戻っちゃったけど、言うほど強くはない。いやでも序盤にしては強いよ、そりゃこれだけの火力が出るんだから。そう思うとでもガーラルフレイルいいよねっていう話。逆に1600円でこれだけの火力が出せるんだったらめちゃくちゃお買い得でしょう。お、上がった上がった。大地の剣。ここで80円でしょ ?120 円。これで200円。で、60円。40円の160円。ってことは、24、600円くらいは手に入るか。5000円の道のりがなかなか遠いな。大地の剣。アクアマリンのボス花見たことある、瞬殺だな。ガーラルフレイフ265、
強い。で、ここが赤余り。で、140円。これで600円。微妙。はい。それで、アルベルト様探しましたぞ。ラファエル様がピンチです。ということで、一旦騎士団領に行きましょう。ミルザブール。で、オイエンシュタットのハインリッヒに話を聞いて、ラファエルが、チカロウに捕らえられているという話を聞きます。いや、別にこの過程、踏まなくていいんだけど、ラファエルよ、無様だな。コンスタンツと会っていた時モンスターに襲われた。連れて行かれた。僕が助け出すよ。で、バイゼルハイムへ行って、フラーマに話を聞きます。コンスタンツのこと。サルイの復活を阻止しましょうと。で、これで宝が使えるようになったんで、サルイのことをちょっと聞こう。はい、終わり。で、明治スタッフ、これが5000円で売れるんで、これ売って大地の剣売れば3万円に到達。で、このコンスタンツのイベント自体は、まあ、割とすぐ発生するんで、砂漠から帰ってきてちょいちょい戦闘すれば発生するようなタイミングにはなるんで、まあ、高い指輪をね速攻で売らなくても明治スタッフは売っちゃっていいんで、それで金サックすれば3万に届くんで、まあ、それでアイスソードを買うのがいいんじゃないかと思います。なのでコンスタンツは別にすぐやるわけじゃなくて、この1000円で戻ります、船に乗って。じゃあ大地の剣、何気に結構レベル上がってんな。5外そう、売っ払います。これでまず大地の剣売ります。1万5000円で売ります。で、さらにさっき手に入れた明治スタッフが5000円で売れますと。これで今現在の所持金が3万と3200違う3023円になりました。アイスソードゲット。これ別にアイスソード1本売りじゃないんで、もう1本欲しいよねっていうところ。アルベルトは最終的にはちょっとレフトハンドソード使わせたいんで、当面の間はそれまでガーラルフレル、もうずっとガーラルフレルでいきます。で、ジャミルにまあ装備させてあげましょう、アイスソード。で、もしもう1本手に入ったらシフとかにもね使わせてあげたいけど、取れるかな。というわけで次回はアイスソードの力ですね、お見せしたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただけるとありがたいです。